こんばんは、はずきれいです。今回はですね、就活応援ということもありまして、まあもうね、学生さんはそろそろね、就活も終わり始めた頃かなと思うんですけども、ちょっとね、テレビのコマーシャルでもやってて、私も実際ね、就労支援の仕事をしているんですけども、やっぱりこれが書けないっていう方がすごく多いんですよね。なので今日のリーディングのテーマは、あなたの、長所と短所ということで、ちょっとね、カードであなたのね、ことをちょっと読んでみたいと思います。で、3つまでアサインというかね、カードを出します。で、1枚目のカードをめくりますので、それでね、なんかあなたの状態というかね、これが私、これが僕みたいな感じで、こうピンとくる、もう数字でも絵柄でも何でもいいので、そういうものをね、1枚選んでいただければと思います。はい、はい、はい、では3枚目だけね、ちょっと、反対に出たので、はい、これにしときますね。はい、どうでしょうか。最初が2番の緑のカードですね。2枚目が7番の紫のカード、そして、3枚目が4番の、紫のカードですね。あれ、何のせ、お家の宣伝ですかね。なんか長所が、自己 PR が苦手だとか言ってね、長所400文字で書けって言われたら、なんかお母さんが、母親にそんなものを書かせたら400字でなんかすまないでしょみたいなね、ことをなんか言って言うね、なんかこう、あ、このもの系のね、コマーシャルがありますけども、まあまあね、人から見るとね、長所っていっぱいあるし、いっぱい書けるんですよね。あなたもね、周りの人のことのことはよくわかると思うんですけどね、やっぱり自分のこととなるとね、なかなか何書いていいのかわからへんっていうね、まあ、そういうとこはあるかなと思うんですね。はい、じゃあカードにね、あなたの影響は長所と、それからまあ短所というかね、そういうものをね、ちょっと聞いてみたいと思います。では皆さん、1枚選べたでしょうか。では1枚ずつ見ていきます。はい、では1枚目のこのカードですね。ではこのカードを選んだ方からね、いきます。そうですね、すごくね、こう友達とか、なんかそういう人間関係とかを大事にしはる人かなっていうのは感じますね。あなたのなんかその特性というかね、あなたの性格というか、そういったところで見てみると、そうですね、こう人間関係であったりとか、友達であったりとか、こう上っ面のねものではなくて、本当にね、こう心からのね友達関係とかね、なんかそういうものを大事にしはる人なんかなっていうふうに感じます。で、長所と短所なんですけどね、就活、特に、まあ、今回就活に特化してるんで、就活に特化した長所短所についてお話しさせてもらうとね、就活における長所っていうのは、あなたのいいとことかね、悪いとことか、そういうとこじゃないんですよね。何かっていうと、もう仕事に役立つか役立てへんかっていうことなんですよ、結局ね。だから例えばね、営業職でね、志望するときに、私すごく編み物上手ですとかね、まあ、それはあなたの特技であって、それはね、仕事に対する長所ではないっていう感じなんですよね。だから編み物が得意だから、細かい作業が得意とかね、根気があるとか、そこにつなげるのであればね、いいんですけども、まあまあ、すいません、ちょっと就活の話についついなってしまうんですけども、なので、そういう考え方でね、ちょっと見ていくとすると、こっち側が長所、こっち側が短所で、短所っていうのはね、解決すべき問題っていう感じですね、仕事に対してね。
仕事に対してあなたが解決すべき課題というかね、問題だというふうに考えてください。で、長所としてはね、まあ簡単に言うとね、優秀な営業マンというかね、優秀なビジネスマンだと思います。利益をもたらす人っていう感じですね。会社にとかね、あなたに対してでもなんですけども、こう先見の明があって、まあ、営業職とかね、企画職に就くとすごくいい成績を残しあるんちゃうかなっていうふうには感じるんですね。だからこう冷静に目の前のものが見えるとか、遠くのものもね、近くのものよりも遠くのものを見る、そしてなんかこれをいい意味でのお金に換算できるというかね、そういう特性というか目の利かせ方っていうのがあるのかなというふうに感じます。で、短所としてはね、そうですね、ちょっと決断力が鈍いとか、優柔不断なところがあるとかね、でもしくはその物事を何かあった時に冷静に考えられないとかね、物質的に考えられないとか、なんかその人とその気持ちを大事にする人なので、あ、こういう風なことやったら誰々さんがちょっと傷つくかなとか、誰々さんの顔立てなあかんしなとか、なんかそういうことをこう気にしすぎて冷静な判断ができないというかね、的確な判断ができないっていうようなところがあるのかなというふうに感じました。なのでそういうところさえ改善すればですね、すごく優秀な例えば営業マンであったりとか企画マンであったりとかね、そういうふうにこう会社に、利益をもたらすビジネスマンとしては非常に優秀な人になるかなというふうには感じました。はい。ただね、やっぱりあなたの特性のその人とね、人とのつながりを大事にするとかね、気持ちを大事にするというところはやっぱりそれは大事なところなので、あなたのね、とても大事な特性としては大事に持っておいていただきたいなと思います。はい。では、このカードを選んだ方以上となります。では次のカードですね、このカードを選んだ方ですね、はい、はい、そうですね、あなたはあなたとしてね、特性としてもね、こう自分は自分みたいなのをねしっかりと持ってはるような気はしますね。なんかこう我が道を行くじゃないんだけども、自分のこの立場であったりとか、その自分の役割であったりとかね、なんかそういうものをしっかりとね自分で分かっていて、そしてそれをね貫いているっていう感じがしますね。でね、苦労人だと思います。頑張る人、コツコツ頑張る人、苦労してもやりきる人みたいなね感じが見えますよね。そうですね、ただね、そのコツコツ頑張るところっていうのがこう自分のためっていうよりもこう誰かに期待されてとか、こう何かのためにっていう感じはせんでもないですね。例えば自分の立場を守るためにとか、自分の、その期待に応えるためにとか、それはねいいことではあるんですけども、ただその周りのプレッシャーっていうのをちょっと受けやすいところはありはるんかなっていう気もしましたけども、ただあなたの、いいところっていうかね、長所としてはやっぱりコツコツ頑張れるところ、忍耐力であったりとか、最後までやりきる達成能力とかね、そういうところはすごくいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、短所なんですけどね、そのやっぱり固執するところが少しあるようなので、執着してしまうっていうところがないですかね、物事に対してね。だから自分はこう思ってるから、そこにも感情とか気持ちとか意識がフィックスされてしまって、そこから逃れられない、だからこう自分のやり方を貫いてしまう、若干効率が悪くなったりとかね、あとその調和を保てなくなったりとか、その
我が道を行き過ぎるところ、下手したら一匹狼になりすぎるところっていう部分がね、ちょっとあるような気がしますので、あなたの、短所というかね、課題としてはやっぱりそのなんていうか固執をしないところっていうかな、執着しないというかね、過去の成功とか過去の失敗に対して、特にこう経験に対して少し執着するところがあるような感じがするので、あの時ああいう風な失敗したから絶対これをやったらあかんとか、逆にこの方法でうまくいってないからこの方法でしか間違いがないとかね、信じる気持ちはいいんだけども、それがねうまくいかないんだったらやっぱり他の方法も試してみるとかね、そうすることであなたの経験がより豊富になっていくこともありますので、あなたの課題としてはそうですね、その経験に執着しないとかね、固執しない、自分のやり方だけにねとらわれないとかね、他の人の意見とかもね聞いてみるとか、やり方も取り入れてみるとかね、その執着とかそういうところにちょっと課題はあるのかなというふうに思いました。ただねすごく努力型でね、自分を持ったしっかりとした方かなというふうな感じがします。はい、ではこのカードを選ばれた方以上となります。では、最後このカードですね、はい、このカードを選ばれた方です。大体ね引くとこのカードとこのカード一緒に出てくるんですけど、なんかねこう人としてのこうなんていうか基礎というかね、そういうものをしっかり持ってはるような、感じがしますよね。例えば親御さんの教育がすごく良くてね、こうなんか本当にこの子ええ子やなみたいな、なんか大人から見てもね、その本当にこう素直で、優しいお子さん、組織人っていう感じはしますよね。で長所としてはね、やっぱりそういうなんていうかな、組織を守れるというか、遵守性というかね、規律性というか、そういうところはすごくあるのかなと思いますね。約束を守るとかね、ルールを守るとか、それによってやっぱり利益をもたらすというかね、なんかそういう感じかな。長所としてはね、その規律性であったりとか、遵守性とかね、規範に従うとかね、こう組織人としてはもう抜群にいい方なんじゃないかなというふうに思いますね。でそしてその組織のルールに従うことによってね、利益を生み出せる人、そしてルールを守って組織を守れる人っていう感じですよね。なんか管理職とかね目指しはるとすごくいいんじゃないかなというふうに思いますよね。育成能力とかね、講師の育成なんかにもねすごくいいところがあるかと思います。ただねそのやっぱり硬いんですよね、ちょっとね硬いとかね真面目すぎるというかね、いいことなんですけど、なのでこう何やろ、挑戦するとかね、なんか思い切ったことがねちょっとできないというか、いやそんなことしたらダメでしょうみたいなね、自分の気持ちとちょっと違うことがあったとしても、やっぱりこの組織の方にね意識とか行動が動いてしまうっていうところはありはるのかなと思いますね。なので短所というかね、課題としてそれでねしんどくならなかったらいいんですけども、まあこうもう少しね柔軟性というかね、こう違う見方もしてみるとかね、なんかそういうところもあるのかなと思いますね。例えばこう細かい古いルールにとらわれすぎずに、もっとこう新しい方法というかね、新しい可能性というかこうやり方でこう新しい利益を生み出すとかね、なんかそういうところをねこう、目を持つというかね、ちょっとこう認知の部分を変えていくと、気持ちの部分とかね意識の部分を変えていくと、あなたがより広がるような気はしますよね。
そうですね、まあ、この3枚目選んで方っていうのは本当に組織人っていう感じがします。組織の中でね生きていく人っていう感じですね。それは決して悪いことではないんですが、ただそのやっぱり時代とともにね組織も変わっていくっていうところはありますので、そこにね順応できるようなちょっとした柔軟性であったりとか、そういったものは、持ってみてもいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。はい、ではね、この3枚のカード、はい、リーディング終了しました。で、長所短所ね、なかなか書けないとかね、もう言えないっていう方ね、やっぱりね、考え方を少し外してみるというかね、相手がね、どんなことを聞きたいかとか、相手がどんな人材が欲しいかとかね、そういうことをね、やっぱりまずはリサーチするっていうことが大事ですよね。だから自分はこうなんだけども、じゃあ相手はこういう人材望んでるから、じゃあ私ダメだではなくって、自分ご自身の特性とかね、そういうところからリンクさせていくっていうことですよね。それをできる人っていうのがやっぱり就活は勝つかなっていう感じはしますので、私もね就労支援の経験上そういう気はしますのでね、ないで終わってしまうともうないのでね、絶対にあるし、大事なことはねリンクさせること、そして一つのことをこうアピールしきることっていう感じかな、ブレないっていうことですね。そういったことを意識してね、就活引き続き頑張っていただきたいなというふうに思っております。はい、就労支援についてはね、実際私も講義やっておりまして、ブログなんかでも徐々にアップしていこうかなとは思ってますので、またよかったらねそちらの方も見ていただけると嬉しいです。はい、では就活している方頑張ってください。応援しております。はい、では、今回のリーディング以上で終了となります。ありがとうございました。